川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。北川先生、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ先生とね、収録中なんですけど、先ほどちょっと天気良かったと思ったらもう雪が降ってきたと。そうですね、なんか雪になりましたね。日が当てったり雪が降ったりしてますね。やっぱ今だから、早川君のところでは何度ですか？朝は6度ぐらいでしたけど、今はもうちょっと多分10度ぐらいあるんじゃないですかね。今日寒いですけど。割と私のところが今多分1度か2度ぐらいだと思うんですね。ああ、雪降ってますもんね。北海道とか、東北とよく似てますもんね。はいはいはい。でもなんかやっぱ空気は澄んでる感じするんですか、その部屋の中にでも。ああ、空気は、この冷たい空気もなんか、さらすと気持ちがいいな、慣れてくるとですね。なんか、はいはいはい、あれはなんか、最初は続々っとするけれど、慣れてくると、なんかそれがこう気持ちいいな、こう、冷たい水を浴びるようなもんで、いいなと思います。いいですね。さあ、今日はですね、1月に入ってからね、やはり年の初めとか質問をたくさんいただいているので、今週も質問を、いただいてますので、先生にお答えいただきたいと思います。読みますね。41歳女性の方からいただいています。明日死んでも悔いのない日々を送ってほしいと思い、70になる母には特に食事制限やお酒の制限を口うるさく、言っていないのですが、これで良いのでしょうか。今は元気に地域の活動に参加したり、友人とのお茶や食事を楽しんだり、70歳にしておしゃれも楽しみたいとピアスの穴を開けるくらい活動的な母です。夫には塩分控えめにしてお酒を控えさせた方がいいんじゃないかと言われておりますが、あ、この方のご主人ですね。毎日塩分の高い食べ物を好んでいるわけではありませんし、お酒も一日の楽しみと缶ビールやチューハイを一本程度です。長生きしてほしいと思うのは子供である自分のエゴなのではと思うのですが、本人の意思に関係なく健康的な生活をさせるべきでしょうか。あ、これはみんな思ってる方いるんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。今くしゃみしましたけどマイク消しましたんで聞こえてないはずです、みんなに。カットしないといけないです。このままでいきます。はい、はい、そうだね。どうですか、まあ、相手によるきり嘆く人だとなんか励まさないといけないし、このような元気な人だと、まあ、そのままでいいのかなって私は思いますね。大事なことは、この方がべきであるっていう生活を、ねばならないと、べきであるを、これもう人生から外してあげていいと、いいと思うんですよね。はい、べきであるとねばならないは、やっぱりこう、我々を枠の中にと縛りが大きいから、お互いね、争いのもとになるんですよね。こう抵抗したり、争ったり。なんか対立したりするから、おそらくお母さんにあまりこうあるべきであるっていうのを立つと、お母さんが萎縮したり対立して抵抗してくると、このお嬢さんも、お嬢さんって言いますが、この、ね、娘さんもイライラして言うこと聞かないとか社会に入ってしまうので、まあ70過ぎたら自由にさせていいと思いますね。あなたの好きなことで、まあできる限り楽しむように、まあ、もしも長生きしてほしいなら、べきであれって、お母さん、ちょっと伸びすぎ、体壊すと大変よとかいうぐらいは、軽く言い流すぐらいでいいと思うんですよ。あとは自由に楽しそうにしてれば、なんか、後から見てみて、まあ、楽しそうに、わがままに楽しそうで、自由に生きたお母さん、母だったって言えるようでいいのかなと思いますけれどね。お酒も一日楽しみ、缶ビールとハイチュール一本程度、まあ、これぐらいだといいと思うんですね。はい。まあ、70過ぎてれば、もうあとおまけでいいかな。これ、でもどうでしょうね。やっぱり、まあ、僕、この方に年齢も近いですし、親もやっぱ70代なのでね。なんか、100か0かじゃなくて、なんか僕もやっぱりさせるべきですかみたいな、ついついやっぱなってしがちなんですけど、でもこの方をかばうわけじゃないですけど、やっぱり多分両方ありますよね。だからべきねばならないになっちゃいがちだけど、はいはい、当然親のことを大事に思ってるから、
長生きしてほしいっていう気持ちも本当だと思うので、どちらかというとどうなんでしょうね。僕ら世代はやっぱり長生きしてもらいたいって、さっきの先生じゃないですけど、なんかその具体的な行動アクション、あとべきねばならないにフォーカスするというより、長生はきい。してほしい、楽しい人生を送ってほしいみたいな、そっちにフォーカスして、その通りですね。って感じですか？はい。まあ私、される側にも入ってると思うんですけども、はい。だから、子供たちはお父さん、こうあるべき、ああるべきだと、もう、嫌ですね。私自身はもうそういう、世界には近寄りたくないから、もしも子供たちがそういうことをわーわー言ってきたら、おそらく私としては、子供に近寄らないでしょうね。べきであるねばならない、押し続けてくる子供にはね、まあ、うるさいなと感じるタイプです、私も。だからそうじゃなくて、もう、それを取ってあげて、長生きしてほしいというのも行き過ぎると、そのべきであると、こう、制限の世界、押そうし付なんけですよの制ね。限の世界に入るからですね、まあ、手綱を緩めて、ちょっと自由に、人生の終わりですもんね、もう。確かに。いろんな方が80ぐらいで亡くなっているから、あと10年、まあ、生きられたらご褒美と思っていかんだと、楽しませていいんではないですかね。30代、40確代、かみに。んな苦しんで、日々言って、娘さんや子供を育ててきて、やっと解放されたから、まあ、楽しませてあげてほしいなと、80なら私は思いますけどね。リアルですね。逆に確かにその30代、40代の時、ヒーヒー言ってたからっていう、この方もそうですし、僕もそうですけど、まさに今ヒーヒー言ってるから、本当は、だからそれがわかるはずですよね。このヒーヒーを終えて上がってるもう最後の、なんかボーナスステージみたいなもんですよね、そうです、そうです。たぶん早川さんも、まあ、自分なる、ど、な、解放されて70代になったら、自由に楽しみたいっていうか、最後の有意時間を楽しみ確かたいに。と、なんとなく思ってるんじゃないですかね。そのいや、時、思有って効まかす。は、ばあば、まあ、その過去の価値観を押し付けてこられると、煩わしいから大丈夫って言いた確かくに。なるでしょうね。だからまあ、死ぬも、病気するも、あと私の責任っていう場合確かなんに。で、まあ、準備だけして、ボケないだけ、ボケると迷惑かけるのを見てきたからですね、ボケないように生きてほしいことだけは、なんか願いますね。本当に我々が、私も80なんですけど、ちょっと長生きしすぎたって、世界中のね、人間が、長生きの人が増えてきたから、そういう意味ではボケ、後半の人生が長くなってきて、若い人が大変だと思いますけれども、年寄りとしては、まあ、自由にさせて、死ぬ、病気も死ぬのも、自分の責任っていうところがありますね。まあ、そういう自覚のしてる老人が増えてきたんではないですかね。わがままに生きてる人って、わがまま方で飲み放題な人は、やっぱり神の罰が、当たって、ほうけたり、癌になったりして、パッと亡くなるからですね。注意しなくて、こう、食事を野菜物に変えてきたりとか、まあ、あまり負担のならない食事を作ってあげたりとか、それでも励ましてあげる方がいいんですよね。いいと思いますね。よう頑張って楽しんできたな、来たからね、楽しんでくださいという気持ちでしてくれると、私たち親の世代はすごそうくです嬉しいですね。ね。はい。なんか、ある意味、なんか今お話伺ってて、最後の自由時間とか、ね、っていうのを想像したら、ちょっと寂しいですけど、でも、なんか確実にもう、遅かれ早かれ、その天国があるとしたら、そこに階段をもう登ってる、もうとこに入ってるから、そうなんです。はい。そういう目で見てあげたら、そこで入ってる時に、何かね、まあもちろんケースバイケースですけど、よっぽどじゃない限り、やっぱり僕らが止めるっていうのはある意味、まあおこがましいってちょっと言葉足りないですけど、でもなんかそこはもう入れないですよね。なんか最後こう見送る感じですよね、ある意味もまあ、楽しませう。て、見送最後るっのてちょっステとージ寂しいを、かな。最後のステージを楽しんでくれっていうぐらいでいいと思いますけどね。で、あそこに少し自由を与えるっていうかね、与えてあげる。あまりわわわわ言わないで楽しませて、長生きをさせるべきとか、してほしいっていうのは、世間を、の価値観を入れすぎてるんじゃないですかね。個人個人のあれを入れてるそうと、ですね。苦労してきたんだから、これくらいいいか、まあいいかぐらいでいいんじゃないですかね。特に世間の目を意識して、確かなんか、にね。
べきであるとか、もう、ね、少し、お酒を控えさせるべきであるっていうのは言わなくていいと思いますね。お母さんの責任よとあなたの責任だからねとかいう、その金あと自由にしていいよぐらいの気持ちでやっていいと思いますけどね。まあなんか優しくね、そういう軽くちょっと言うぐらいだったらね、ほどほどにねとかね。優しくしてくれるとね、母親とか言ったものも、あんまり自分をわがまま言っちゃいけないなって言うんで自分を収めるんですね。はい。そりゃそうですよね。そういう人がほとんどだから、そう、自由にさせてあげてくれると、我々は嬉しいと、嬉しいですね。いや、なんか、説得力もありますし、納得感のある今回はなんか、回ですね。じゃあまあ、でもこの方ね、ねばならないとか、べきって言ってますけど、やっぱり親のことをすごい大事に思ってる感じも、なんかする優しい感じの方ですね。なんかその辺の先生がおっしゃる通り、べきとかねばならないを解いてあげると、この方も自身ももうちょっと楽に生きられそうですね。うん、その方自身も、自分の中からべきであるとねばならない世界を、使わない世界に入っていった方がいいと思いますね。で、まあまあ、これぐらいいいかぐらいの世界で、人生の後半、まあ、組織に入ってないお母さん、お父さんとか、じいちゃん、ばあちゃんだからですね、ちょっと自由に、じいちゃん、ばあちゃんが楽しんでて、それでいいと思いますね。まあ、そんな長くはない、せいぜい10年ぐらい、20年。世間の価値を入れて長生きさせんと、世間から見苦しいと思いは一切してていいと思いますね。そういう意味では、こう、今月のね、サポーターの方のところでも詳しく話してますし、年初でも話しましたが、先生ご自身がね、その80歳、昔でいけばその第2期で終わりのところをね、また世間の価値観とか、高齢化っていうことも言っちゃいますけど、あえてその100年とか120年っていうところ、で、第3期があるかななんて話も先生とさせていただいてますけど、でもやっぱり基本的には第3期は、今の、もうなんか最後の自由時間期でもあるってことですね、うんうん、そうですね、神がくれた自由時間みたいなもんですね。喜びと自分の才能と、それから残りの人たちに喜びを、ね、失敗しないようなものを残していくのが最後の40年、第3期の40年の務めだと思いますね、うん、自分がしてきた失敗や自分がしてきた恐れや恐怖を、うん、過去の人たち、後の続く人たちが味わわないように準備したり忠告したりするのが第4期の40あ第4期の、うん、第3期の40年かなと思いますね、うん、ありがとうございます。まあ、皆さんもね、やがてこの方も僕もですけど、また第3期もね、順調に生きていけばあるので、まあ、そういう意味で今ね、第3期に近づきつつあるお母様をね、そういう目でね、見てあげるとまた、ね、はい、はい、非常に深いお話をありがとうございました。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生のご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄をご覧ください。そして来月からですね、全5回にわたって名古屋で、新月の夜の勉強会が、開催されます。こちら、今まで受けたことない、このリスナー視聴者の方ももちろん、ご参加いただけます。限定15名となっております。ちょっとテーマを5回、タイトルだけ言いますね。気の体験と効果。善意の1ヶ月。怒りイライラをしない1ヶ月。日光1ヶ月経つこととその効果。そして最後は残り時間、生きる意味、今世の宿題の解決を図るということで、ちょっと今日のテーマをね、さらに発展させたような話。非常に本質的な深い話が、お聞き、学び、そして先生と直接、お話もいただけると思いますので、ぜひこの機会に、お申し込みいただけたらというふうに思います。詳しくは先生のホームページご覧いただけたらと思います。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。ありがとうございました。